コーナーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。 DMM パチタウンのまゆみです。さあ、高田ゆずきを楽しみにしてらっしゃった方が多いとは思いますけども、今回ゆずきがお休みということで、なんと私、ゆずきの相棒が代わりにメイン MC を務めさせていただきますので、ぜひね、生温かい目で見ていただければと。結構前回個人的にやらかしてる感はあるんですが、大丈夫かな。もうゆずきお願い、見守っててね、本当お願いします。はい、というわけで始まりました、まゆみのサンキューチャレンジということで、この番組はゲストの方を招いてミッションにチャレンジして、見事ミッションを達成することができれば視聴者の皆様にプレゼントをするということになっております。では早速今回のゲスト来ていただきましょう。この方です。こんにちは。こんにちは、 DMM パチタウンの新人タレント立花杏樹です。よろしくお願いします。お願いいたします。結構遠いところから来たね。ちょっとね、思いましたすみません、尺取ってごめんなさい、いや全然大丈夫。あ、結構遠いところに帰ってきてると思って、ちょっと遠いところに行ってしまいました。映らないからねというわけで、はい、今回は新人って言っても、業界歴で言うと長いよね。そうなんですよね、コンパニオンの方ずっとやらせていただいて、一応タレントライターとしては先月から新人となってます。というわけで、私大先輩として今日はね、はい、先輩の鏡を見せたいと思いますけども、この番組ね、知ってると思うんですけど、はい、そのミッションを達成すると、3のミッション、そう、今回のミッションは2人で33,333発、デフォルト画面の合計でいいので、なるほど、これを達成しましょうと、はい、そして見事ミッションクリアできれば視聴者の皆様に番組からオリジナルプレゼントということで、高田ゆずきのオリジナル T シャツ3枚、そしてトートバッグが9枚ということで、合計12枚かな。合ってる？大丈夫ですか？合ってるありがとう、理解してくれてありがとう。サンキューってことでね、はい、プレゼントしたいと思いますので、心より応援の方よろしくお願いしますね。お願いいたします。毎回ガチなんだけど、私結構足前回が言わないであげて、言わないであげて、でも波がね収束して、今日はもうバンバン引けるかもしれないんで、今回はその、達成しないとプレゼント差し上げることができないので、ちょっとね、2人で頑張りましょう。本気で頑張ろう。本気でやりましょう。本気で頑張ってることを、そしてアピールしよう、はい、本気なんですと。で、ちなみにこの番組の名物いきますね、乗りますか乗りませんか。それはもう先輩のご意見に添えます。どうですか？悩んじゃってる。乗りましょう、はい、乗りますか。私は後輩を助ける先輩になるよ。お願いします。そこからが鏡だからね。お願いします、はい、というわけで今回は貴重な松戸店さんで実践の方を開始したいと思います。それでは行ってきます。はい、それでは非とある科学のレールガンで実践スタートしたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。で、先読みチャンス入れちゃうよ、私は。私も先読みチャンス派です。とあるうちの久しぶりかも。あ、本当？はい、いつ打っても面白いんだよな、とあるって。初当たりもね、軽く取れる方なので。そう、 239.2/1 のナイトミドルとラッシュエクストラ突入率が約 50%。 まずはここを目指しましょうねと。はい、ラッシュエクストラ入ってしまえばね、約 80% の継続率を誇るのでね。はい、アンジュちゃんはどちらかというと、はい、パチンコスロットはどっち派なの？スロット派ですね。スロット派なんだ、もともと。もともと。まあでもこのキコーナーチャンネルさんでアンジュちゃん初めて見たっていう方がいると思うので、改めてここで軽く自己紹介を。はい、ありがとうございます。はい、立花アンジュです。10月から、私 DMM パチタンの専属タレントとしてデビューしました。こんなチャンネルさん初登場ですので、今日はね気合十分で頑張っていきたいと思います。パチンコスロット歴とかは、でも10年くらい動いてますね。10年くらい、だいぶ長い。ただブランクが、その間にあるっていう。初めて打った消しとか覚えてる？初めてはジャグラー。あ、ジャグラー。番長シリーズをね、どうしても打ちたくて、全く私家族とかでもパチンコスロット打つ人間がいないんですけど、自分でその番長って存在を知って、なんかよくわかんないけどすごい惹かれると、なんでパンダと戦ってるんだろうとか思って
すごいね、まだ打てる年齢じゃなかった時にめちゃくちゃ調べたんですよ、うん、で、なるほど、スロットっていうのは筐体にああいう液晶がついてることすら知らなくて、うん、あ、こういうものがあるんだってとこからスタートして、うん、どうしても打ちたいって言って打てる年齢になって、うん、真っ先に行ったけどやっぱり一人で行っても何もわからなくて、はい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 、改めて後日ちゃんといろいろ調べて、うん、またやっぱ打ってる人にも話を聞いて、うん、聞いたところまずはジャグラからスタートしてはどうだと、ああまあまあそうだね、そうだね、本当の初心者だから、うん、ジャグ5号ランプ光っても気づかないんですよ、うん、そのままねなんか3ゲームぐらいスルーしたりとか、うんうん、あ、いるいる、そういうおばあちゃんいるよ、そうそうそう、おばあちゃんとか当たってますよ光ってるけどみたいな、それを待ってるんじゃないんかいっていうまあでも本当分かんないとね、何が分かってないかも自分で分かんないから、そうなんだよね、でもその気になった番長は番長3、サラ番長2とサラ番のちょうどね間ぐらいの時期に、なるほど、そのエンジェルスに入った頃は、うん、もうそのスロット興味があってエンジェルスに入ったの、あ、その時はもうそうです、そうです、さあやっぱりね勝てなくてずっと、うん、これはいかんと、なんかもっと勝ってる人たちは何してるんだ、勉強してるんじゃないかと思って、うん、もっと近くで学んだ方がいい、それでファスタウエンジェルスに入ったんですよ、ね、えらっ、えらくらい勝ちたいだけです、でもさそこでさ、うん、最初からこっちそのタレント側になろうってはなんなかったんだ、なんか本当に何も分かってなかったから、うん、業界のこととかも結構ね、コンパニオンさんって皆さんすっごい歴長かったりするんですけど、私は割と始めたのもスタートも遅いし、うん、何も分かってないからまずはエンジェルスの方でなるほどっていういろんなことを学ばせていただいて、ちゃんとじゃあ下積みをしてみたいな、そうですね、なんかそう、ファスタウエンジェルスって名前が変わって割とすぐ入ったじゃん、あ、そうですね、そうです、そうです、ちょうどそのタイミングで、だからその時、まあ、だいぶ話題な子だったよ、本当ですか、なんか異端児が来たぞ、なんか、いや、いろんな意味でさ、いろんな意味で、いろんな意味で、いろんな意味で、なるほど、なるほど、同じ人間か、視線がね、多くの男性を釘付けにしたんではなかろうかと、いやいや、本当ね、よく食べてよく寝て育っただけですので、いや、私もよく寝る子だったんだけどね、本当に本当ですか牛乳も飲んだし、私、本当に牛乳苦手なんですよ、あ、そうなの、うん、あんま牛乳関係ないの、関係ない、迷信か、うん、あれはね、関係ない、そう、ちなみに私とアンジュちゃんの関係値で言うと、はい、言うてちゃんと話すの数回目ぐらいなんだよね、そうなんですよ、でめちゃくちゃ緊張しててしかもね私本当緊張してて結構演者さんとかとね共演させていただいても、うん、男性だと大丈夫なんですけど、うん、綺麗なお姉さんとか、いやよ言いますわ、女の子とか、いや本当に多分過去に多分数回そのご挨拶とかもさせていただいたと思うんですけど、うんうん、いやめちゃくちゃ緊張しててすげえなんか、でも普通に喋ってたくない、いや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 、すげえ印象悪かったんじゃないかなって思うぐらい何話してもいいかわかんないし、なんか本当にね綺麗なお姉さんを前にすると男子中学生みたいになっちゃってどうしていいかわからなくなっちゃうんですよ、ね、でもさあんだけさ、ね、変なそのコンパニオンエンジェルスで女性には慣れてるわけじゃん、はいはい、一緒に仕事する周りの女の子、そうそうそう、だから逆にその慣れてるとかって思ってた、あいつらがおっさんだから中身おじさん率高いですよマジで、なんかすごいね綺麗な女の人前にするとねうわーってかしこまっちゃうんですよ、でも大丈夫よ、私もおっさんだと思ってもらったら本当ですか、うん、全然大丈夫、マイミーおじんいやいや全然もうタレント陣の後輩からはだいぶ舐められてるからね、そうなんですか、いいんだよいいんだよ、舐められエピソードとかあるんですか、
まあ、後輩からね、うん、まあ、スロットを私も打つわけじゃない、うん、基本的には、うん、で、いや私これ4あるよとか推測すると、うん、いや、まゆみちゃんの4は2つとかすごい下に見積もらなきゃいけないんだ。確定が出ない限り、うん、私がいやこれ6あるよって言っても、いや、まゆみちゃんの6は4つで、なんか絶対2個下げられる、あの信用されてない偶数か奇数かぐらいかを分かってんだろうみたいなでもすごい、きこなちゃんね、ちょうど前回の20回に1回は 1% あれな、あれな、あれはね、すごい話題になってましたまとめられちゃったまとめられてたし、パチダウンの中でもちょっと親ってなざわついちゃった数字と日本語が少しだけ、ちょっと苦手なんですよね。不器用なので、私もね数字苦手なんで大丈夫で、難しいよね、うん、いやさっきだから T シャツ3枚トートバッグ9枚合わせて12枚って言った時ちょっと先越されて本当かな大丈夫かなって思ってそう、そのあんまり信用しないは正解だと思う。お互いだからちょっと疑っていきましょう20回に1回弾くのも100回に1回弾くのも変わんないってことですね。気持ちいいだけなんですよね。いやそれはもうざっくりいい言葉だ100回に1回も20回に1回も変わらないんだよ、マユミってなんか色紙とかに書いて売りましょうよ、パチタンで売るの編集時みたいなので書いてで、それに加えて私はその初当たり恐怖症があるから、うん、ここからライトミドルで今日はそうですね、まずちょっと当たるってことを、うん、克服してその後の展開次第ではまた違う台打ってもいいし、はい、まあ、動画上のね、やっぱ当たりを取るっていう、なんでだろう、うんうんうん、よくさ、プライベートでも打ちに行くと思うけど、はいはい、まあ、来店でもいいんだけど、なんもプレッシャーのない中で打ってる時って例えば319とかは、うん、簡単なヒットあったりするじゃん。あるあれこれライトミドルかよっていうぐらい、あるで逆にライトミドルがアマデジかよっていうぐらい簡単な時あるけど、うんうん、ま、こういう風に一発撮りの動画の時にすげえやらかすっていう、なんで、はい、なんでこんなうまく当たってくれないんだろうって。なんでなんですかね。私ね結構それ今悩みです。あるうん、で一人収録とかだと意外と大丈夫なんですよ、うん、でもやっぱ先輩とかとご一緒してるときは、うん、何ですかね、萎縮しちゃうのかな、全く当たんなかったりとか、ね、結構意識必要な方だと思ってるんですけど、うん、ここぞという叩きどころを取れなかったりとか、うん、あれ結構落ち込むし悩んでます。まあでも私もでも正直あったけど、うん、やっぱ割り切るしかないよね。なるほど、うん、もう時の運なので、私が悪いわけじゃない私が悪いわけじゃないんだいいな。まず先輩ちょっとカレー作ってきます。カレー作って時々カレーちゃんと先行するんで、いやカレーそうちゃんと当たるんだよね、目指すは最低でもカツカレー。あ、8個まで行く？もう1個肉こい。さあ、8個たまった。お。チキンカレーでもちょっとバカにできないかな。悩むな。ピョン。うん。許してあげよう。悩むな。私も多分チキンカレー作れないわ。本当に？マミさん、あんまりお料理は、お料理はしない。しない。する？めちゃくちゃします。マジで？うん、すっごいみんなに毎日ウーバーイーツ頼んでそうって言われるけど、うん、ちゃんと毎日自炊します。得意料理は？なんだろう。てか待って、レシピ見ずに作れる人？あ、そうですそうですそうです。それはもうガチな人だ。レシピ見なかったりとか、見なかったりとか基本は見ないですね。常になんか新しい美味しそうなものとかを見たら入れますけど、自分の知識の中に、なるほどみたいな、だいたい一回レシピ読んだらもうあとは自分流で。女子力高っ。美味しいもの食べたいんですよ、うん、でもカレーはね結構ちゃんとだからやりますよ。スパイスも揃えて、葉っぱもね入れて、ローリエとかもちゃんと入れて。まさか、うん、こんな
のキッチンにあるような、ね、でかい鍋があるわけじゃない。うち毎日自炊してるんですけど、キッチンの規模がいわゆるあのレオパレスみたいなちっちゃいシンクとコンロ一口しかないそんなちっちゃい中でやってんの、そのちっちゃい中でちゃんと毎日やってます。ちゃんとメインがあって、おかずがあって、汁物があってとか、やってます、やってます。え、ちょっと一回あれ、うち来てさ、はい、このアンジュさんの料理パーティーやろうよ。え、嬉しい、やりましょうよ。やろうやろう、ちょっと作ってほしい。何が好きですか？ねハンバーグ。ハンバーグ、あ、うち今日ちょうどね、ハンバーグ作ろうかなって帰ったら思ってます。てか、え、一人暮らし？一人暮らしでさ、毎日自炊って一人なのにやるの？やります。その日自分が食べたいものを食べないと気が済まないんです。食べてめちゃくちゃ好きなので。尊敬する、うん、ただのね、ほんと食い気だけですよ。え、だってあれで塩少々の少々が分かるってことでしょ少々の少々そうですね。あとなんかほら、胡椒適当とかさ、なんかああいう感じ。胡椒適当って言うかな。なんか適当とか少々とか、ひとつまみとかね。そうそうそう、あれがだから分かるわけですよ、感覚で。うん、それはもうプロだわ。いや、慣れですよ、本当に。見習えないけど尊敬する。ありがとうございます。いいアピールポイントだわそれ。だってやっぱ料理は大事だとは思ってるもんですかね。言うじゃん、胃袋つかめって言うじゃん。あー、食べさせられていないんですけどね、ずっと一人で食べてる。いや、もうなんだかんだ言ってだから男の人はパートナーを捕まえた時に、うん、やっぱちゃんと家に帰ってくるパートナーになるんじゃない？あー、なるほど。私なんかあったら弟子入りするわ。本当ですか？うん、よろしく。みんなでやりましょう、ね、みんなでやろう、うん、私米ぐらい炊くからさ。あ、お願いします。私ちょっといい炊飯器だから。あ、そうだちょっといい炊飯器。どのくらいの頻度で使うんですか？え、どのくらいだろう。1ヶ月に1回使えばいいもんなんじゃない？もったいなあの釜めっちゃ熱いやつなんか、うん、なんかいいやつ買ったいいやつだそれ当たんないですね。ね、結構平気でね、朝一速攻当たったりとか。そうなんだよね。レールガンあるあるなんですけど、ね、あるあるだね。うん、カレーだ。出た。でもカレーが当たると嬉しくない？嬉しい。割とサクッと当たるし。サクッとあれみたいな。せい。いいぞ。ちゃんとカレーだぞ。あるよっつさ。うちもチキンカレーで。チキンカレー率多いんだよな。申し訳ありません。まあ気にしない気にしない。ね、さすがにこれは。でもこれチキンカレーの冒涜ですよね。チキンカレーはなんかがっかりみたいなさ、なんか牛肉のカレーが上位とかシーフードが上位、チキンカレーはちょっとあんまり期待しないでねみたいな。まあでもそれでも、うん、油断してたら当たるからさ。そうかそうか、それが当たるだから全然いずれも来ないです。何も来ない、静かな。ちょっとカレー作っただけね。あ、同じ同じ。あ、私ギズレンぐらい来たわ。そう言うてね、ミッションがあるからね。そうなんですよね。うん、まあ、私はこれ以上本当に恨まれたくないのでまあでもその救いなのは、うん、トータルその収支ってか、あれプラマイの3枚じゃないから、じゃなくて、うん、このリザルトの合計ですもんね。だからそこの辺は救いだよね。そうか、本当に本気でプレゼントしたかったら私たちの投資とか考えないで。あ、そう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 、とにかく当てること。なんか450でもいいんだよ、うん、1個のそれを繰り返していつかさんまさんです。きつ、鬼ですよこの場所で本当に。最近何売ってるんですか？最近は私最近なぜかおきゆめ売ってる。
ボリューム発ファイブ。あでもシンプルに面白いですよね。癒されるんだ。なんか分かる分かる。なんか何も考えずに本当ボケーってこう。分かるな、うん。癒されるわ。若干海行ってる気にもなるしさ。なるかな。ちょっと沖縄に来た気分にもなる。コスパいいですね、まゆみさん。え？コスパいいですよ。コスパいいでしょ。アンジュちゃんって萌え系なの？はい、自分の打ってる台がですか？なんか自分のキャラが、そういうわけではなくて。あ、全然そういうつもりはそんな、なんかさ、ちょいちょいコスプレしたりもしてるじゃん。でも多分それコスプレじゃないんです。あ、コスプレじゃないの？私ね、私服で行ってんのに、今日コスプレ来店なんですねって言われるの結構あるだって若干ほら、ゴスロリ系の格好じゃない？なるかな、そうですね、うん、今日も全然これ普通に普段着なんですけど、なんか本当に仕事の時だけこういう格好してるわけじゃなくって、しかももう結構小さい時からずっとこのタイプの格好してるんで、あー、うん、でもだとしたらさ、それでまたその髪型でだからさ、はい、結構気づかれない？ああ、気づかれますね。でもバレるバレない関係なしに、はい、まあ、どこでどうほら言わずに分かってる人もいるかもしれないから、すれ違う店員さんみんなに会釈するもん。あとなんだろう、職業病じゃないけど自然になっちゃいますよね。なっちゃうよね。あれ一番ね、やべえ、やりそうだった、恥ずかしくなるとこだったっていうのが、私来店の時必ず、うん、お店の出入り口出る時に振り返って入り口とこで一礼するんですよ。今日はありがとうございましたっていう気持ちで、うん、それをプライベートの時無意識にやりそうくるって振り返った時に、あ、やばい染みついてますね。あの子すっげえ買って店に感謝してる人だとか思われるのまあでも癖はあるよね。ありますね、うん、なんかありますか？別にパチンコスロットとかお仕事以外でもこの癖直したいなとか、この癖ずっともう直らないんだよね。いまだにでもあれやったりするもん、うん、なんかほら例えばゴルフの人がさ、なんでもない時にいきなりゴルフの素振り始めるかのように、はいはいはい、スロットの素振りこう始めたりするでもめっちゃわかる、それなんですかねあれ、家にいたりとか誰かとパツラの話してると、あ、わかるわかるみたいな、うん、あ、今中断中に引いたわとか、ええやって言うんですよ当たらないぞね、ちょっと私も今ねえ、割とどんどんヒヤヒヤしてきてる。コンパニオンのお仕事の、はい、その私のイメージなんだけどさ、うんうん、基本なんかアメちゃん配る、はいはい、あと、まあ、会員カードとか訴求ですね、ご案内したりとか、そういうことだよね。そうですね、基本的にはそのお客様が快適に楽しく過ごしていただけるようにサービスしたりとかご案内したりするっていうような形 でそれに関して DMM バスタウエンジェルス専属メンバーかなり、ね、力を入れてやってますので、全国の菊花さん、よかったらぜひバスタウエンジェルスと私の後輩たち仲間たちをよろしくお願いいたします宣伝上手だわこの子できるわ。で、あとでも一個ね、うん、なんか最初の頃にあったのが、はい、エンジェルスの子と、まあ、来店が被った時、うん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 、あ、人によるんだろうけど、エンジェルスさんってうちらのこと避けてくんだよね。どういうこと、どういうこと？アメちゃんくれない。あー、はい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 、はい、多分な、こっち仕事中だからっていう、うん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 、で、やっていいのかわかんないっていう気遣いとか、はいはいはい、っていう子が多かったと思うんだけど、それはね、確かにね、結構永遠の課題でそうだよね。まあ、収録してたら基本的にはやっぱりちょっとお邪魔にしちゃうかなっていう。待って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 、おっ、え、なになになに、あ、いきなり、うん、ゲコタどこ、めっちゃ金で、あ、ハイチャンス、あ、赤になんない、せめて、あ、金、亀城トーマーの金が出てきたよ。ありそうな、
あ、ピンク何レベルなんですか？レベル3 3かワンちゃん、ういひーだよね。そうね、いやでも足りなかったな。私も2枚目いきます。はい。とあるレールガンでさ、好きなのがさ、あの、うんうん、ブーケなんだよね。はい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 、ウェディングミッコトちゃんが好きで、あれが見れたら、あんまり見たことないですよ。そう、あんま見れないじゃん、ね、あれ見たら気持ちは勝ちだと思ってんだけど。なるほど。しかも先読みチャンス入れてたらブーケ来た瞬間にもう刺さるからさ、めちゃくちゃ激アツ。なんかさ、うん、これ2人ともさ、はい、赤石だよ、うん、2人とも当たらなくて、うん、2つが2人とも投資をするっていう、マジでノリが意味ないっていうパターン面白いよね。なんも面白くない。フラグ立てんのやめましょう。いやだから1000円か2000円多く投資した方にその半分払うぐらい。嫌だ。すごい嫌な未来予想図だけど。嫌だ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 。昼ご飯なんですかね。ねえ、でもなんかそんなにお店ないって言ってたから、ね、かあれ今日日曜日？今日日曜日です。あ、そうだ、私昨日競馬行ってるから今日日曜日か。あ、覚え方、曜日感覚の覚え方泣くね。いや、競馬やってる時は土日だからさ。なるほど、うん、でも食べるの好きっていいね。そうですか。ご飯1日何食？あ、それが待って待って、先読み来た、先読み来た。お、保留変化。それはありそう。キャラクター2人、いやこれはあるかも。あるでしょう。お待たせいたしました。こっちか。お待たせいたしました。ここからどうなるか。あ、キーンでしょ。で、あ、あ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。プレミアだ。もういっぱいてんこ盛りしていいよ。はい、1、2、3。すごい、こっちまでぐるぐる来てる。早くなってこない、手が。ほい、超大事なんだが、私はここでちょっとうざいことをしますから。何ですか？一回お手洗い行って手洗ってくる。あ、大事だと思います。あ、当てててくれてもいいからね。はい、ふうふう、ごめんね。お帰りなさい。163を当てる。これがな、緊張するんだよな。よし、頑張るね。お願いします。任せろ。レールガンチャンスだ。いや、上条トーマお願い、上条トーマ。いや、もういい、これで当たって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 、あれ、ぜひあー、ヒヤヒヤする。やだ、怖いな。お願いします。4、3、
止まれ止まれ止まれ止まらない。いやー、110、でもこれちゃんと33,333発のうちね、これも加算されます。大事な1個、大事な1個、大事な、まあ、当たりないより全然ゼロは免れたけど。前半戦終了です。はい、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様です。この後は楽しみなお昼ご飯が待っているんですが、はい、その前にこの前半戦のちょっと軽くまとめを、うん、おさらいをしたいと思います、はい、とりあえず私が今投資 14.5K で1回当たって410ポイント、うん、大事な410、大事な410、はい、だからとりあえず今 33,333-410 で、うん、あ、なんで出したんですか計算。ね、うちらじゃダメですよ。自分でずらい踏んじゃう。ってことで、アンジュちゃんが、はい、私が今 19.5K、うん、はい、2万ちょうど使い切るとこです、うん、まだまだ時間たっぷりあるから、はい、次後半が後半で、ね、頑張りましょう。とりあえずこの前半戦は、まあ、アンジュちゃんのね、うん、あのこといろいろ聞かせてもらったけど、はい、まあ、後半はまた和気あいあいと楽しみながら、しっかりとミッションのことを忘れずに、ね、しっかり目指してるんで、本当に目指してるってますから、ね、そこだけはあの勘違いしないように、はい、ね、その後半の方もまた楽しみにしていただけたらと思います。